皆さん、おつもる、もるでーす。今日は桜坂46の9枚目シングル、自業自得のフォーメーションの答え合わせと MV 初見リアクションを撮っていきたいと思います。はい。この間、私はフォーメーション予想の動画を出させていただいたんですけど、結果どうだったのか、今答え合わせをしていこうと思います。まずね、私が予想したフォーメーションがこんな感じでした。じゃん。そして実際のフォーメーションがこちらでした。じゃーん。皆さんどうでしたかね。比較してみると、まずセンターしずきちゃん当たりました。イエーイ。やはりしずきちゃんでした。フロントほのちゃん私入れたんですけども、あとのかりんちゃん、るんちゃん、てんちゃんは2列目に行ってますね。2列目のセンターと考えていた森谷れなちゃんがフロントでした。もうこのなんかフロント3人がお強いですよね。なんて言うんだろう、ちょっとふわふわ系というか可愛らしい3人だなと思ってます。で、やっぱりセンターが3期生ってことで、私もねセンターがしずきちゃんだから、フロントを両サイドは先輩で固めるんじゃないかと思って、こんなガチガチのフォーメーションにしたんですけど、やはり実際のフォーメーションもみおちゃん以外みんな先輩ですね。先輩で固めております。3列目は6人だったんですけど、ゆうちゃんも入ってたし、ゆずきちゃんも3列目、意外だったのがあいりちゃんがね3列目に行きましたね。まあでも前に先輩をってなると必然的にちょっと後ろになっちゃうかなっていうところはあります。あとは村山みゆちゃんが初選抜入りということで、おめでとうございます。私も入ると思っておりました。予想にも入れておりました。そしてね、二人名が3列目の新芽ということで最強ですねよかった。今回もね、推しのまつりちゃんが選抜入りして嬉しいです。おめでとうまつりちゃん。今回ねもう一人推しの糸葉ちゃんもね入れたんですけど、残念ながら入らずでした。私はね多分予想の時にこの子も入れたい、あの子も入れたいっていうのがありすぎて、結構詰め詰めになって大人数になっちゃったんですけど、それは自覚あったんですけど、やはりね運営はそうはいかず、シビアな感じというか、そうだよねというか、運営としてはもうちょっと厳しくというか、何人も入れられないよっていうのかな、なんて言うんだろう。なので少人数でしたね、予想よりは。でした。ということでですね、これから早速 MV 見ていくんですけど、 MV の公開の前にもう楽曲だけサブスクで公開されてたんですけど、私はもうめちゃくちゃもう見たい見たいっていうのをもう我慢してまだ聴いてません、曲も。なんですよ。だから曲を聴くのもこれで初めてだし、 MV を見るのも初めてっていう感じなので、リアルなオタクのリアクション見ていただければいいなと思います。実際に映像と音楽をこちらで流すことはできないので、私のリアルなリアクションのみのお届けとなるんですけど、ご了承ください。では早速見ていきたいと思います。まあ多分自業自得っていう今回は題名なので、まあかっこいい感じなんだろうなっていうのは予想してます。どうなんでしょう。なんかイントロからかっこいい、しびれる感じですね。おー、かっこいい感じですね。しずきちゃんかわいいな。まつりちゃん、おー、みおちゃんすごい。おお、かっこいい。すごい。かっこいいし美しいって感じですね。
うわー、かっこいい。真っ赤な感じになりましたね。おお。すごい推しの声がすごい聞こえて嬉しいです。このサビ前のなんかラップっぽい感じがかっこいい。もうめっちゃこのね、衣装が真っ白なんですけど、すごいこれもめっちゃ可愛いというか綺麗。わあ、なんか周りからヤジなんですかね、なんかわーって飛ばされてます。うわ、ちょっと衝撃的な感じですね。みんなの顔にペンキがバーってなっちゃってます。なるほど。おー、ソロダンスです。しずきちゃんのかっこいい。なるほどね、ここでペンキがバーってなるから白い衣装で入るようにしてるのかも。かっこいいダンス。わあ、なんか最後のしずきちゃんの笑みに狂気を感じました。すごいゾーってくる感じ。なんかね、あとみんなメンバーがね、爪になんか長い爪みたいにつけてました。なんか意味あるんですかね。はい、見終わりました。なんかなんかすごい圧倒されすぎてわーって感じだったんですけど、すいません、なんか大きいリアクションって感じではなかったんですけど、なんかかっこいいのと、なんだろう、ちょっと怖いというかちょっと狂気的なところも感じるような MV でしたね。なんか毎度毎度桜坂の MV 見るたびに、あ、新しい感じの楽曲だなっていうのをすごい思うんですけど、今回もなんかまた今までにはないような感じのメロディー曲調で、なんかすごい新しいを更新してってる桜坂がすごいなっていう印象を持ちました。うん、であとね、 MV 今回珍しいんですけど、一箇所の場所でずっと繰り広げられている物語っていうか、もうその場所だけでパフォーマンスしてるっていうのも今までにあんまない感じだと思うから、そこと、あと爪とかもなんか意味があるのかなっていうので、考察、みんなの考察とかがすごい楽しみだなというか、もうみんなとここいいよねみたいな、すごいここどうなんだろうみたいなのをすごい言いたい今すぐなんか語りたいって感じなんですけど、確かに桜坂っぽいらしい感じではあるけど、またちょっとある意味クールでちょっと狂気を感じるような作品だなっていう風に思いました。これもこれでなんかすごい勝負に出たなというか、結構大胆に出たなというか、結構これはだってファンの私が見てもちょっと衝撃な感じだから、多分他の桜坂あんまり知らない人が見てもちょっとゾゾってくるところもあり、逆に引きつけられる部分もあるかもしれないですね。はい、ということで以上となります。皆さんは見てみてどうでしたかね。本当にしずきちゃんセンターを全うしてほしいなって思います。これからたくさん見れるの楽しみですし、ライブでも早くね見たいなと思っております。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。ちょっとでもいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。